ウェルシュコーギーカーディガンウェルシュコーギーペンブロークウェルシュコーギーは犬の品種ウェルシュコリギーとも起源は曖昧な部分が多いが数百年もの間ウェールズの牧畜において関与してきたヤードロングドッグという別称があり体長がほぼ40インチであることを意味する平均的なウェルシュコーギーは体高が約25から30センチメートルで体重は 約 7kg から 15kg である。もともと牧羊犬で、羊や牛を追うために開発されており、活発で頭がいいとされる。同伴動物として適していると同時に、シープドッグトライアルや、アジリティトライアルにも適している。この名で呼ばれる犬種には、ウェルシュコーギーカーディガン、ウェルシュコーギーペンブロークの二つがある。両者は、同じイギリス西部のウェールズの原産で、携帯、 用途も似ているが、それぞれ独自に開発された犬種である。カーディガンは、比較的、大きく、丸くなった大きめの耳と狼のような、流れた尾が特徴。ペンブロークは丸くなった、尖った耳と、幾分低めの姿勢が特徴。1925年から1934年まで、この2種類のコーギーは、同一犬種とされ、互いの間で交配が、盛んに行われた。 1935年にアメリカのケネルクラブがカーディガンとペンブロークを別々の犬種に分類した。2000年頃に人気犬種となったウェルシュコーギーはペンブロークの方である。イギリス女王エリザベス2世が飼っているものもウェルシュコーギーペンブロークである。個体によっては10歳前後から変性成績随症を発症する場合がある。 原因不明で適切な治療方法は判明しておらず、発症から約3年で死に至る。AB、犬種大百科カーディガン、ウェルシュコーギー。アニマルプラネット。2015年8月10日閲覧。ウェルシュコーギーの編成成績図症、岐阜大学動物病院神経科。2019年12月3日閲覧。ありがとうございます。